ログイントアスミニボイストレーナーの鶴さんです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。タンクトップですね。ちょっとね、体が引き締まってきたので、もうちょっとね、見せていこうかなというふうに思いまして、今回はタンクトップです。さて、今回の動画はハッピーミニデイズデイ1企画会議、こちらを見てリアクションしていきたいと思います。鶴さんのナポネボーカルルーム。いや、ニヤニヤが止まらないですね。こんなにね、なんか肌を出している動画も初めてなので、ちょっとね、恥ずかしくもあるんですけれども、ダイエット企画もですね、だいたい半分ぐらいでですね、だいぶ引き締まってきましたよね。腕とかもちょっとなんか佐藤慶吾さんっぽくなってきてません？なんかね、ムキムキマッチョな感じが出てきて、もうちょっと絞れたらね、腹筋の変化具合とかもね、ぜひ皆さんに見ていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。この動画から初めて見た方、僕今ダイエット企画やっておりまして、体脂肪率をね 3% まで10月の下旬11月初旬ぐらいかな、それまでに達成するために今頑張ってるんですけど、ショート動画の方でダイエット状況をですね、公開してますので、ぜひそちらチェックよろしくお願いします。そして今回リアクションする動画、まだ見ていない方、概要欄にですね URL 貼っておきますので、ぜひクリックして見てみてください。鶴さんのラポネボーカルルーム、こちらのチャンネルは私鶴さんが大好きな INI と JO1 の魅力をボイストレーナー目線で伝えるリアクション動画と歌声解説動画をメインで公開しているチャンネルです。今の話を聞いて気になった方は、ぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いします。なんでニヤニヤしてるかっていうと、僕ボイストレーナーなんですよ。ボイストレーナーなのにね、こんな体鍛えちゃって、ちょっと方向性がね、なんか見失ってんのかなって思ったら、ちょっと笑いが出てきてしまって、すいません。それでは早速ハッピーミニデイズデイ1企画会議見ていきたいと思います。お、なんかいつもと違う感じ、可愛い感じだね。ハッピーミニデイズ、いいね。こういうのもね、ちゃんと番組にしてくれるんだもんな。素晴らしい。こんばんは、ロビンタース INI です。今日は9月4日ですよね。はい、9月4日なんですけど、もう先週とかだな。9月8日は何の日か分かりますか？誕生日ですよね。誰の？いいんですか？うん、誰の？いいですか？いいよ。誰の？顔来ると思ったよ。え、誰の？いいですか、俺が言っちゃって。誰の？じゃあみんなで言いましょうか、うん、せーの、ミニー。うまくまとめましたね、たけるさん。そうそうそう、思ったけどね。ヒヤヒヤしてたじゃん。ありがとう。ミニーっていうね、ファンネームが名付けられた日ですね。9月8日なのね。僕たちが数ある募集した中から選ばせていただきましたけど、ミニという名前の由来、もちろん100点満点の回答できますよね。はい、はい、田島さん、もちろんです。お願いします。 MINI ということなんですけれども。なるほどね、なるほどね。初めての人も分かりやすくね。プラス M ということで、 M はマジック、ほっせーな。皆さんでいい思い出をこれからもずっと作っていこうという意味が込められてます。なるほど、なるほどね。ちょっとね、恥ずかしながら今初めて知りましたね。ということで、僕たちと素敵な思い出を作りたいなと思って思っております。作りたい、作りたい、はい、テンション上がるね。今回ですね、ミニの2歳の誕生日をお祝いする、はいはい、パーティー開きます。あ、この間のね、この間のやつね、まだ見てないからね、僕は。まあ、実際に本当に何をするかまだ決めておらず、今から本当にみんなで考えてどんなパーティーにするかは僕たち次第になっております。まあね、素敵なミニの2歳の誕生日になるように、あとみんなで意見出し合いながら、はい、ね、思い出残る日にしましょう。はい、はい、じゃあ早速ですけど、まあ企画会議って言ったら硬いんですけど、はい、まあ、ちょっとお話し合いしてきますか。はい、はい、何かこれやりたいっていう案がある人は積極的にそうです、ぜひ教えてください。はい、
お、さすが。やっぱ誕生日の醍醐味といいますか、絶対にやらないといけないこと。ほう、バースデーソング歌いたいです。ああ、なるほど。バースデートゥーユーなやつを、なんかちょっとこんな棒読みじゃなくて、ちょっとちゃんと歌ってみたいな。ちゃんと歌うもらえどんな感じ？ハッピーバースデー。太い。みんなの声が太い。ここで、はいはい、お祝いしたいね。あ、バースデーソング歌いたい。はい。あ、いいね。他の皆さんどうですか？でも今回、まあ、パーティーとはいえ、ミニの皆さんは動画で見るじゃないですか。はいはい。見た目、やっぱめちゃくちゃ重要だと思うんですよ。さすが。さすが、タジ君。なんか、だからお花とか生けたりしてもいいんじゃないかな。なるほどね、なるほどね。きらびやかにね。とりあえず、めちゃめちゃなんか、派手なパーティーにしたい。だから、なんか髪とかだけじゃなくてお花もってことで、お花とかもあっていいと思うし、行けばな、プールとか作れるんだろなんでなんでプールいいですね。他はなんかケーキはいりますよね。あー、ケーキいいね。あー、甘いの食べたい。甘いの食べたいよ。めちゃくちゃ美味しいケーキ買うとかじゃなくて、めちゃめちゃ美味しいケーキ食べたいだけじゃなくて普段もできない、ね、確かにめっちゃ贅沢な、食べないようなケーキを買う。なるほどなるほど。いい、ね、あー、ケーキいいね。ケーキ食べたいや。ミニメモリーだからさ、ポラロイド写真とかいっぱい撮りたいよね。ポラロイドの時みたいね。それで思い出アルバム。いいねいいね。あれじゃないですか、今のメニューじゃちょっとお腹すくんじゃないですか。ほう、ご飯食べたいかも。なんかご飯ね、あー、パーティーだからねちょっと持ってくない、ただの食いしん坊。食べる、おー、食べるご飯食べたい。白米、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 赤米のみ赤飯を炊きたい確かにね。いいじゃん、赤飯を炊く和風なね。わかめスープ、韓国、韓国ね。誕生日にそうそうそう、韓国はね、知らんかった。誕生日にわかめスープを食べるんです。あとは食べるんです。できないことで言うとコスプレとかね。ほう、嬉しいんじゃないですか。ちなみに何のコスプレしたい？コスプレは、なんか、分からんけど、学生服とかさ、あんまり結構見るから、見るけど、多分好きないの、好きないの。ミニがね、ドラマやってミニがね、おやおや、セリフも用意したでしょ。違う違う、カッタじゃなくてマツコタクミ、コスプレタクミだけおー、スマブラ、スマブラ、あ、人生ゲームいいね。天才がいる、やったことない。11人ってやばいね。確かに、全然進む、長い人生になりそう。相変わらずコメント面白いな。あー、いいね。あと、雄大が人狼の人狼ゲームやる。人狼ゲームよくわかんないですよね。俺何も面白くない。あー、タコパいいね。タコパは素晴らしい。何プリの腕のミニタコ焼き。ミニタコ焼き、めちゃくちゃむずいで。ミニ、あ、そういうこと。でもそういうなんかミニカステラとか、おミニなんとかをミニ、はい、集めてくる。いいね、いいね。ミニがつくものをすべて買ってくる。めっちゃ違う。あのさ、最近めっちゃちっちゃいフライパンとかで、あの、あれで料理する。ミニ料理。ミニ料理。あれむずい。あ、京介さんは料理上手なんですよね、確か。なんかミニお寿司とかめっちゃ仲良くない。ミニお寿司。米一粒に。ちっちゃ。ちっちゃ。塩味教室。10ぐらいや。人舐めで終わるわ。ちゃんとした料理、ミニと一緒に食べたい。ちゃんとした料理。ちゃんとした料理。あ、いいですか。もう、装飾とかもそっち系なんですけど、動画を作るとか。おお。練習して。ビデオ。ビデオ。あ、動画を撮りまくる。常に撮っとくってことだ。そうですね。大丈夫ですか。はい、はい、じゃあいっぱい出たね。これを元に決めていきますか。はい、はい、じゃあチーム分け、何チームかに分けて、はい、手分けして、はい、やりましょうか。やりましょう、はい、どう分けよう、どう
何人、何グループ作る？4グループ。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 何をやる？担当。料理、装飾、あとは、あ、そう、ゲーム系。ゲーム系。あとは、コスプレ一人。俺恥ずかしいが一人で。一人で頑張ってたら。その他もろもろ班よろずやです。よろずや、よろずやがよろずや銀ちゃん役、まあ、なんかこれやったらもっと楽しいんじゃないみたいな持ってくる B 班、コスプレとかあって揺るがないソロコスプレこれどうしよっか、やりたいやつに手を挙げるか、そうしよう。じゃあもう普通に挙手制で、はい、はい、料理班やりたい人、あ、一人料理長一人やる、じゃあ僕もやらせてください。ありがとう、アシスタントが、アシスタントが来てくれた、アシスタント確かにフェムハンさんも料理上手だからね、オフェンス、もう一人アシスタント欲しいかも、アシスタント言うてもね、自分メインで主人公やな。じゃあとりあえずちょっと飛ばして装飾班聞いてみようか。装飾班、はい、お、二人。装飾出ないときけど、飾りすぎる、うん、レクリエーション班レクリエーション、おらんや、全然おらん、みんなみんなよろずや、よろずや多いな、よろずや多いな、レクリエーションで大丈夫、あ、ジンレクリエーション、だいぶ嫌だったね、マジで、ありがとう。じゃあ、どうすじゃんけんでもしようか、みんな尾がついてる、よろずや、よろずや、じゃんけん、飯、飯作れる人、飯作れないことにもなる。足引っ張っちゃうから。とりあえずじゃんけん。関係ない関係ない。アシスタントだから。すいません。ペンバーさん可愛いな。じゃあよろずやじゃんけん。よろずやじゃんけん。じゃんけんじゃんけんほい。はいこれしょ。はいこれしょ。しょ。やばい。よろずやって何でもやったことですよね。大丈夫よ。もう二人しか今決まってない。今二人。まあでもよろずや二人でいいんじゃない。どこを二人にする？あのそうです。あどこを二人になるか。いいもうここでよろずやそうだね。二人でいいんじゃない。オッケー。多分三三三くらいいった方がいいんじゃない。ああ。めちゃチーか。そうだよ。確かにな。追加で何かとか。じゃあ俺料理行くわ。おお。さすが。アシスタントします。三人で一緒に。まさか。で俺装飾しようかな。あ、いいです。うわおーイエーイ、やってよし、これでいいんだ、自然的にいいな、レクリエーション、いいじゃんいいじゃん、レクリエーション楽しそうな、レクリエーションっぽい小学校の幼稚園たちみたいな感じで、はい、じゃあ決定決まりましたね。はい、じゃあちょっとチームごとに座り直してもう一回話し合ってきますか。はい、わかりやすい、はい、話し合いね。僕はね、料理が好きだから料理チームかちょっと気になりますね。お寿司かかる、お寿司あんまり乗り気じゃない。いや別にでも危ないから、その確かに普通したものを作りたいんだったらそれやってる時間があんまなさそうだ。確かに確かに、ああ。そっか、まあ、じゃあ一旦がっつりしたものを何にするかとかにする。カレーとか野菜を、なんとか人参とか、そうだね、それもありだね、うん、ミニミニ形として、うん、赤飯とカレーって合う？合わないまあ合わない、合わない。僕は割と別で考え、赤飯はあれですもんね、もち米ですもんね。オムライス、あ、いいね、オムライス得意よ、僕ケチャップとかで書きやすいかなとか、まあ今ただの案やけど、めっちゃ大きいオムライスとか、ああいいね、うん、あめっちゃでっかいオムライスにめっちゃちっちゃい寿司とか、なんでいいのいいのオムライスに寿司いいのそれ。あのなんていうの、いつもさミニがさ祝ってくれるじゃん、うん、はいはい、あのうわーってぶわー並べて、うんうんうん、あったかいしたいなっていう風船ね、ハッピーバースデーの風船、ああいいね、ハッピーバースデーっぽい風船は、ね、ああなるほどなるほど。あとはプール、プールはまあできればでもさ
あれでよくない？プール、まあ、買ったとするやん。ほんならさ、そこの中にさ、いっぱいさ、まあね、いろんな入れたらさ、ね、なんかな、そうそうそう、とか。メモリーだから、そう、写真はいっぱい貼るのもあり。はいはい。その写真どうすんの？わからん。でも、ポラロイド写真よ。写真プールに浮かべる。なんで？いいね。いいの？めっちゃいい。いいかも。なんか袋かなんかに入れて。思い出を釣る。ってこと。ああ、うまい。写真浮かべる？え、でもふにゃふにゃしちゃわ。見てる。そう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 。そこが気になって。考えよう。レクリエーション。だからミニカー使ってなんかできるっていうのないかな。ミニだからね。チキンレースみたいな。あーね、あーいいじゃんいいじゃんいいじゃん。それいいそれいいそれいい。スゴロクスゴロクとかでミニカーとか。あ、IQ とかでね。そうそうそう。まあもうありかも。ぐらいのめっちゃ履いたりとかして。まあ、それでちょっと長くならん程度のスゴロクやったらいいけどね。それかもうサイコロとかで。サイコロで、もうその面になんか書いておくと。あー何が出るかなパターンね。大きいサイコロ。大きいサイコロ。めっちゃいいじゃん。それもいいね。割とこうサクサク決まってますね、すごい。最近のグッズとかだったか、ビリビリペンとかゲーム多分やる、うん、でもゲームの材料しか多分買わないから、うん、それめっちゃいいの。それ買わない。風鈴とか買った。風鈴夏に必要な、なんかあったら、うん、落ち着く系の。あーいいねいいねいいね。例えばキャンドル、癒しグッズ。癒しグッズ。ああ、いいね、いいね。スイカかも。多いね、スイカでしょ。夏だ、ね。全部つ詰め込む、夏を。そうそうそう。夏を詰め込む、どういうテーマにするんだよ。まあ、なんでもやらんね。ああ、そうそう。いや、みんなやりたいでしょ。スイカ割りは盛り上がりますよね。なんか、ちっちゃい。なんか、買っとくとね。そうだね。うん、それが多分あっちにあるんだな。あの、そう、そう。何個もあるかな。あれ、着パール。着パール着パール。決まり。着パール。何だろう、着パールって。着パールってなんだ。はい、じゃあみんなある程度ちょっとあの話し合いできたということで、早速ですけど、花火会の準備に。はい、出かかると思います。じゃあ皆さん買い出しに行ってきてください。ありがとう。あ、そうか、企画会議だからあれか、ここまでなのか。ハッピーミニデイ、デイ1企画会議見ていきました。いや、サクサク案が決まってすごいですね。やっぱりね、普段からライブやっていろんな催し物とかね、そういうのも企画してんのかな、そういうのに慣れてんのかな。話を聞いてる限りでは続きがすごく気になりますね。めちゃくちゃ楽しそう。こちらハッピーミニデイのリアクション動画はですね、週1ではなく、まあできればね毎日公開したいんですけど、まあ遅くても1日おきとかで公開していけたらなというふうに思います。早くね続きが見たいので、どんどん撮影をしてリアクション動画公開していきたいと思いますので、皆さんぜひお付き合いください。以上、ハッピーミニデイデイ1企画会議リアクションでした。今回の動画はこの辺で終わりです。動画の内容を気に入ってくださった方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ではでは、ボイストレーナーのつるさんでした。